らいな。半分ぐらい違うんですよ。なんかカットボールみたいな球だよね。多分はい。ね、曲がったり曲がんない。うん。どう投げる？まあ、ストレートをこうずらしてこのまま曲げずに投げる。もうストレート。ああ、よし。バンブリしてホームラン出る。右バッターでそれで。あえて手首使わず。あ、そう、ひじ壊すのを一回ガチ壊して、そこから大きく曲げる。このまま。ダブル三振してくるわ。ここに力入る。ああ、YouTube なんか。そう、ダルビッシュはここに。蹴って投げて。ここにちょっと力入れよ。曲がるかわかんないけど。スライドか。あ、自分はもう。ダブルにしますか。そのまま、近所の人に行きましたよね。ああ、川上先頭は出ようぜ。本当あ、そんなあれだー。上がらない。落ち着いてる、落ち着いてる。はい、先生。ああ、プレッシャーを上げてこう、また。今、床しけてね。床しけてね。およっ、キャー！ラッキーラッキー、もうマンゴリスからラッキー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 そう、ピッチ振ってくるぞ。鈴木さん、何回で投げるんですかね。ちょっと最後はちょっと回転してくださいね。手が出ない。今のは、どこで見ました。一番痛くない。伸ばしたんですけど。よく見たいですね。はい、大変。小田さん、鈴木さん何回か、何時から投げてもらうか。時間が8時半ですよ。8時半にするか。8時半か。おい、8時半に行ってもらう。8時半の男の人。8時半のおじさん。8時半まで中村君に行ってもらう。行けるとこまで。いいよ。Thank you.
上がってからかかってくるからね、まっすぐじゃないんだよね。
もうちょっと大量で。